私は勝ってあのような悲惨な光景を見たことがない。それは10年以上も前の日。いや、今日はちょっとサービスで用手でも入れてみました。国技館の話です。片や巨漢の雷電と片や地獄の料理人、土俵際の魔術師と言われている墓秩父が両者見合って待つたなし、がっぷり四つに組んだその額からは玉のような汗がだらりんこんと流れ出してきて、思わず墓秩父の回しを締めらそのだった。この湿った回しがいずれあの不幸な事件を巻き起こすとは、あの世にも恐ろしい戦いになるとは、朝原商工さえ占えなかったのだ。はれよはれよと思う間に墓秩父の回しは、はん、落ちた。落ちた落ちたよ、回しが落ちた。僕の回しがすっぽり落ちて、うん、見えたら落ちた回しはヒーローはにゃならぬ。それも忘れてたたずむ墓秩父。君も僕も猫もみんな好きだね大相撲が、ふんふん、カレーうどん。私は出しています土俵の上で、私は見せてます土俵の上で。ブラブラさせたのごめんね、ちょろちょろ見せたのごめんね。さすがは天下の NHK、 すぐにテレビカメラを消せと命じたが、折りも足くもアルバイトを使っていたためにアップで放映してしまったのだ。またラジオのアナウンサーがアナウンサーで何も言わなきゃ見てない人がわからないものを。大変なことが始まりました。すぐにお近くのテレビのスイッチをひねってみてくださいなどと言ったもんだから、見なくていい人まで見てしまったのだ。さすが天下の国技館、すぐに照明を消せと命じたが、折りも足くもパートタイムを使っていたためにスポットライトを当ててしまったのだ。またよしゃいいのに他の電気は全部消してしまったもので、土俵上にくっきり、全く全国3000万の相撲ファンの皆さんは意外な事実を知ったのだ。でかい体には小さなものがものだと、そういった事実を知ってしまったのだ。さすが行司の木村光太郎、すぐにそうあの軍配で隠してやろうとしたのだが、彼も非常に興奮していたもので、股間を矢というほど殴りつけてしまったのだ。その時墓秩父何を思ったのか、それは反則だろと言ってしまったのだ。
さすが弟子のマラシオはすぐにそう毛布を持って現れてきたが、彼も非常に興奮していたもので、俵の端につまずいてしまったのだ。その時の彼の頭の中には一つの言葉しか浮かばなかった。何か体を支えるものはありませんか、何か掴むものはありませんか、何か掴むものはありませんか、何か掴むものはないのかなと目を凝らしてみたら、何か掴むものはないのかなと見てみたら、小さいながらもほんあった、これまでが悲惨な戦い、放送禁止です。さあこの後もあります。これがまた放送禁止です。その時日本テレビでユリゲラーが実験をやっておった。テレビの前の皆さん、何でも構いません、握ってみてください。フォーク、ナイフ、何でも構いません。あなたに超能力があれば必ず曲がるはずです。それがどういうわけか NHK と混戦をしてしまった。どういうわけかマラシオには超能力があった。しごいたしごいたしごいた、墓秩父行った。私はかつてあのような悲惨なオカルトの実験を見たことがない。